たい。何これ、あかんやつね、これ、あの喉がやられるこれでもこれ麺すごい美味しい麺美味しい、すごいもちもちこれ何これ、キャベツも辛いだ、どこ食べても辛いんだけど、これ揚げに逃げても辛いよ。はい、2018年12月17日発売、明星千里眼監修辛辛辛辛辛ニンニク豚骨醤油ラーメンを紹介。では原材料名を見ていくと、油揚げ麺、醤油、鰹節エキス、火薬にオニオン入り揚げ玉、香辛料、ニラ、ここら辺が辛さの要素かね。他はそんなに特に目立ったような材料はないか。麺が90で全体で122g、結構やっぱカップラーメンで量あるんだね。それでは栄養成分表示を見ていくと、タンパク質10あるんだ、脂質16はまあ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 、炭水化物81は結構あるね。やっぱそういう辛い味付けしとるでかな、その醤油とかなんか味噌じゃないけどそんなんが入るでかな。まあ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 、はい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 。調理方法は、蓋を半分まで剥がし、輝く入り粉末スープ、液体スープ、後乗せ火薬出して、あんで全部あれか、粉末スープ、液体スープ、後乗せ火薬、これ全部後なんだ。はい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 。では中身を見ていきましょう。それでは開けていくと、どう見ても辛そうなんね。液体スープ、うん、火薬入り粉末スープ、後乗せ、これすごいね、量あるね。それじゃあお湯を入れていきましょう。あ、その前に麺見ますか。こんな感じですけどどうでしょう。確かにあれだね、歌い文句の通り太麺だね。内容量も本当に、ちょっと拡大しますか。うん、ボリュームありそうですよ。はいはい、それではお湯を入れましょう。逆にした方があれかね、すごいねこれ。ちょっと出すけど、これ近づいただけですごい油が、これここら辺すごい、これ麺だけでもかなりあれだね。量が多いになるとあれなんだね、炭水化物80ぐらいあるんですね。はい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 。それでは、5分待ったふりをしましょう。はい、はいはい、それでは5分待ったふりをして、全部剥がして、まずは粉末からいきましょうか。これだけで辛そう。うわ、すごい匂いする。これだけでやばいね。ちょっと寄ってみますか。これちょっとかき混ぜましょう。はいはい、やばこれ。やばい、これだけでなんか鼻の下に汗出てくる。はい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 、それで戻して、次は液体スープ、
粉末、あでもこれもやばいな。はい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 、それで寄ってみましょう。なんかこいつもやばいね、そのカメラ越しがすごい邪悪というか。いやすいません、これでもうなんか汗出てきます。はいはいはい、あ具材がこんだけあれなんだね、これこれこれ入っとんだ。はいはいはい、それで戻すと、いや今一口あのスプーン軽く舐めたけどこれあかんね、辛いね。それで後のせ火薬、火薬の色もやばいなこれ。寄ってみましょう。こんな感じですね。これやばいよ、もうこうやって取っとるだけでなんか汗出てくる。あかんやつねこれ。カラ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 、何回だったかな、いう意味がなんかわかる。はい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 、それでは食べてみましょう。こんなもんすかね。このために暖房消して、あの暖房掃除機でもなしにして音入らないようにしたら、それではいただきます。ちょっともうここら辺のパンでもなんか汗ばんでくる、前に居るだけで。何これ、あかんやつねこれ。いやもうこのなんか目の下なんかスーッて汗ばんでくるというか、これ何これ、あの喉がやられる。これあの辛さの質がなんかタイやインドのカレーとなんか違うねこれ。な何これ何なんの、どれが辛さなんやろ、どれなんだこれ。香辛料や オニオン入り揚げだ、まあそんなわかるけど 何なんだこれ。唐辛子とかそんなん書いてない。香味料、香辛料、そのあたりだよね。香味調味料、発酵調味料、香料、そんなぐらい。何これやばい、ね、だって揚げだけでもなんか地味にくる。何これ、あでもこれでいいね。あの最近便秘なんで辛いもの食べられるやん、効くよね、唐辛子、食物繊維。いやいいなこれすごいけど、あでも麺どうやって見せんここに見せたかわからん、難しい。これででもむせる。すごいこれ、うん、でもこれ麺すごい美味しい、麺美味しい、すごいもちもち。ただここまでなんか辛くする必要あるのかな、ちょっとキャベツに逃げる。これ何これ、キャベツの辛いや全部映っとる、ちょっと痛い、涙出てきた。涙なのか汗なのか、これはすごいな、美味しい。麺も麺が出て美味しい、本当にもちもちしてすごい。これどこ食べても辛いんだけど、これ麺美味しいよ本当に。いやスープがまずいとか言ってるわけじゃなくて、辛いっていうだけで、この辛さすごいな。
うん、ああ、ほんと辛い。でも美味しい。麺すごい、この食感がたまらん。太もちもちつるつる食感。寒い時に食べる絶対ある。なんか口が回らなくなっていくわ。うん、揚げに逃げても辛いね。うん、なんだこれ、どこに逃げても辛いぞ。でも醤油というか豚骨というかの甘さはなんか涙出てきた。うん、醤油だよ。うん、うん、泣けてくるの。なんですかこれ。完食、鼻が出てきた。あの甘い部分もあるんだけど、あの辛い部分がもうすごい上回る。涙やら鼻水やら汗やら。これほんと寒い朝だね。あ、すごい、これ涙とかもうすげえ、これ、あ、汗から、あ、口の周りがなんかね、こんなに喉のだからへん抜けるあたり、このあたりが、あ、これはちょっと、いや、あのグリーンカレーとか食べれる人間なんだけど、トムヤン君とか、これすごいね。結構今まで食べた中でかなり辛い国に入る、ベスト10には入る。これなんか日本系じゃないね、これって。ちょっと落ち着かないといけないので、以上、心理眼監修、辛辛辛辛辛ニンニク、うわ、なんかまともに喋れん、ただやったじゃない。豚骨醤油ラーメンでした。あの辛いの少しでも苦手な人は試さない方がいいと思います。もうなんかここら辺汗じゃないか、なんか熱狂見てきたんで。はい、そんな感じで終わりー。